世の中のこう仕組みをデザインするための手段なんだっていう考え方をまさにこう行政の中でこう実現できる人材になりたいな。令和4年にデジタル庁に新卒で入庁しました八村美里です。私は今戦略組織グループに所属しています。今は法令×デジタルの分野で仕事をしています。はじめに行政に興味を持ったきっかけを教えてください。遡ること高校時代ですね。私は実は同級生と一緒にパーカーを作っていました。地元を盛り上げるっていう目的でパーカーを着て商店街に行くと割引を受けられるとか、そういった政策としてこうプロジェクトを進めていたんですが、実は途中でそのパーカーのデザインに入っている単語に知的財産の関係でとある企業が登録しているっていうことが発覚しました。そこで当時私は企業の法務部の方とやり取りをして、無事無償でライセンス提供をいただけることになって、皆さんにパーカーを販売することができたっていうストーリーがありました。それが今中学の道徳の教科書に掲載していただいているそうです。はい、その経験がかなり自分の中で大きくて、というのもやはりこうゼロから何かを進めるときに法律が一つのデザインツールなんだっていうことを深く認識したきっかけになりました。そこで法律を使って社会の仕組みをデザインしたいっていう思いが芽生えたというところが行政に関わる大きなきっかけになったのかなと思っています。デジタル庁に新卒で入った理由を教えてください。立法、行政、司法とある中で法律を勉強するなら司法のフィールドがいいんじゃないかなと思い、ロースクールという法科大学院に進学することに決めました。ただコロナ禍がやってきた時に改めてこう法律を勉強なんでしたかったんだっけということを見つめ直した時に、あ、そもそも自分は法律をこう解釈して適用するということよりも法律そのものをデザインツールとして世の中の仕組みをこうデザインしたい。でそれはもしかすると司法ではなくてまさにこう政策を立案し法律にのっとって政策をこう実行していく執行機関の行政機関なんじゃないかなということを、その時期に官僚の方々と出会う機会もインターンを通して得たので、そこでこう気づきがありました。で官僚になるための総合職の試験を受験することに決めました。コロナ禍に日本のデジタルの遅れをこう取り戻そうというところで、そこを促進しようということで、ほぼ自分の受験期とデジタル庁が生まれる時期が重なってたんですね。でまさかデジタル庁がもう新卒採用を始めてるということには気づかず試験を受けてたんですけど、試験が終わった後に配られた紙に採用予定人数表が配られたんですね。そこにデジタル庁の名前を見つけて、自分がもしデジタル庁を志望したらデジタル庁の新卒の1代目になるんだっていうことに気づいて、こうビビッと直感的に惹かれたっていうところが初めのきっかけでした。デジタル庁設置法っていうデジタル庁を作る時の法律にはデジタル庁のトップは内閣総理大臣だっていうことが書かれてるんですね。総理大臣がこう指揮を取っていろいろな省庁に一緒にデジタル化を進めていこうっていう旗振りをするために作られたっていうことが、自分はこう法令を勉強してたからこそその法律を読んでこうデジタル庁の仕組みが分かったんですね。あ、そこで、あ、これはすごくやりがいがある仕組みだということを感じました。でまさに多様なバックグラウンドを持つ民間も行政も関係なく人が集められて、それぞれの皆さんのカルチャーを一度に吸収できる場所がある、自分にとってこれをやっぱり受けるために国家公務員試験を受けたのかもしれないっていうぐらい一目惚れすることにつながって、実はデジタル庁一本に絞って官庁訪問受験したっていうような形で就職しました。デジタル庁ではどんな仕事をしてきましたか？中央省庁としてのデジタル庁をこう
保つような心臓になるような部署でした。で政府のこう閣議決定文書だったりとかデジタル庁が提出する法案についてこうどういう法案を出すかどのようにこう法案を成立させていくかということをこう調整するような仕事を最初は携わらせていただいていました。その法令の担当としてデジタル庁で提出する法案をチェックする作業がものすごく大変でした。その法案国会で議論されて成立するじゃないですか。そのこう法案を政府が出す時のまさにその紙のこう文書こう間違いがあってはいけないですよね。そのチェックって皆さんがどうチェックしてると思いますかっていうのを聞いてみたいんですけれど、目で見て一つ一つ確認してるんですね。庁内でデジタル庁せっかくその優秀ないろんな分野の方が集まってるので一緒にそういうインデントずれを直すインデントチェッカーを作ってくれませんかみたいなことを呼びかけたんです。そしたらそのシビックテックに関わられている庁内の方がすぐ協力してくださってインデントずれを発見するマクロをすぐこう一緒に作ってくださったんです。目先のその業務に役立つデジタル化っていうのをこう自分で庁内の方と協力しながらできたことっていうのがすごくなんでしょう、やりがいもありましたし楽しかったです。で今はそこから変わって実はそのまさに法律を作る過程をその最初の部署でこう見るという体験をして今はその法律を作る作業をどのようにこうデジタル化できるかっていうことをやっています。これから その法律の作る作業をどういうふうにあるべきかというビジョンを描く場としてワーキンググループを開催しています。でそこでこういろいろな弁護士の方大学教授の方、いろんな構成員の方々をお招きしてオンラインで会議を行っています。その中でこう法令 API 法令データっていうようなものがあるんですけれどもそれを利活用する活動をこう促進してこうリーガルテックのこうサービス民間で生まれやすくするとかそういった目的も持っていろいろなイベントも企画しています。例えば法令 API ハッカソンというものを秋に開催をしてそこでいろいろなエンジニアの方に参加していただいてすごく好評でした。生成 AI×法令ということで生成 AI にこう条文案を考えさせてみるですとかこうプロンプトエンジニアリングしながらやっていくみたいな実験を繰り返したりもしています。そこもですねあんまりこう私ももちろんバックグラウンドとしてはエンジニアの経験はないんですけれども今まさにこう日に日に技術が進歩していく中で常に新しい情報をキャッチしながら作業をすることもあったりしてすごく刺激的です。これまでの仕事を振り返って率直な感想を教えてください。率直にそれ前の担当も今の担当も含めて業務はすごく楽しいです。その中でもデジタル庁ならではだなって感じた瞬間はやっぱりこう新卒で入ったばかりの頃って自分の裁量でこう何かをこう動かすみたいなことが難しく考えられがちなんですけれどもデジタル庁は本当にできてから間もない組織なので新卒としてこうずっとこうデジタル庁になっていく役割を持っているとこう期待していただけているので柔軟にこうアイデアを持っている若手に対してこう背中を押して実行ができる機会を与えられているなというふうに感じます。特に印象的な仕事のエピソードを教えてください。その政府の閣議決定の文書を作ったりとかっていう仕事に当たらせていただいた時に結構そのやり取りのツールがメール中心だったんですね。その中でデジタル庁は組織内の連絡ツールはチャットに変えていこうというふうに転換を迎えていた時期でその時はまさにその渦中だったんですね。わーっとたくさんの連絡が来ることに最初驚いてそのメールを一つ一つ読んでいくとこれって結構定型の仕事だなとかこれ人じゃなくてもできるんじゃないかなとかっていう気づきがありました。メールで届いた文章をチャットでスレッド立てするというような機能を作りました。
実際に今も自分が担当離れた後もその展開ツール、自動化をするツールが使われ続けていまして、他の省庁でもやられているようなことの中で、デジタル庁がこうミッションとして持っているデジタル化の司令塔になることっていうようなことにこうつながるようなツールになったんじゃないかなというふうに思っていまして、今こう違う組織の方ともちょっと話し合いをしながら実際に使ってもらったりもしています。デジタル庁で今後やりたいことを教えてください。一つ自分のこう獲得したいスキルに沿ってコース選択ができるようになってるんですけれども、リーガルっていうコースもある中で、私は政策デザインっていうコースを選択しています。当然こう経歴的にはリーガルを選びそうなバックグラウンドではあるんですけれども、デジタルも法令もありたい社会のビジョンに向かって、その仕組みを作るためのデザインツールだっていう話を申し上げましたが、世の中のこう仕組みをデザインするためのこう手段なんだっていう考え方を、まさにこう行政の中でこう実現できる人材になりたいなと思った時に、私はこれからは別のこうスキルであったりとかマインドをこう培っていきたいっていうところ、そこにこう重きを置くイメージでこうキャリアコースを選択したんですね。最後に入庁を検討している方へメッセージをください。デジタル庁、文系も理系も問わず募集をしていて、デジタル庁だからこう技術職を募集しているのではなくて、本当に多様なバックグラウンドの人を新卒でも取ろうとしているということが分かったこと、これは自分がまさにデジタルも法令も手段なんだっていうところとすごくこう共鳴し合う、なんでしょう、こう採用区分だなと思いましたし、いろいろなカルチャーをこう一つの場所で感じられる、こう一石何鳥にもなるような組織はすごく貴重だなと思うと同時に、いろいろな人とコラボレーションできるっていう場なので、そこを楽しめるような方と一緒にチャレンジできたら嬉しいなと思っています。チャレンジし続けるんだっていう思いを持って、私も働きたいなと思っているので、ぜひそういった思いを共有してこうチャレンジしてくれる方がいれば、一緒にこうデジタル庁のカルチャーを作っていきましょうっていうことをお伝えしたいです。